ドイツ騎士団とは、ローマカトリック教会の公認した騎士修道会の一つである。正式名称は、ドイツ人の聖母マリア騎士修道会。英語では、チュートニックオーダーと呼ばれ、日本ではその英語由来の訳語としての、チュートン騎士団でも知られる。12世紀後半、聖地パレスチナに巡礼するキリスト教信者を護衛し、病院を設立する目的で設立された。メンバーは、 一般的には、中東騎士として知られ、自発的に報酬を目当てに、中世には、聖地やバルト海地域で十字軍の騎士修道会として活動した。プロイセンなどを統治し、東方植民の先駆けとなった。テンプル騎士団、西ヨハネ騎士団と共に、中世ヨーロッパの三大騎士修道会の一つに、数えられる。騎士団国家の地図騎士団国家の地図騎士団国家の地図、騎士団国家の地図 バート・メルゲントハイムのドイツ騎士団上1143年、教皇ケレスティヌス2世は、ホスピタル騎士団に、イエルサレムのドイツ人病院の運営を引き受けさせた。この病院は、年代記作家人員ディ・イプラによれば、現地語もラテン語も話せない、数え切れないほどのドイツ人巡礼者と十字軍兵士を、世話していたという。そこで、教皇は、ドムス・トゥッテニ・コールムは、 公的には、ホスピタル騎士団の施設であっても、その院長と長飛ぶ形は常に、ドイツ人自身であるべきだと命じた。そのため、ドイツ人の率いる、宗教施設という伝統は12世紀に、イエルサレム王国において発展することができた。1187年のイエルサレム陥落後、リューベックやブレーメンの商人たちが、1190年の、アッコンの行為の際して、 野戦病院を設立するというアイディアを思いついた。この野戦病院が騎士団の先駆となった。ケレスティヌス2世は1192年にアウグスティヌスの快速を聖職者たちに与えることで、この病院を承認した。しかし、テンプル騎士団をモデルとして、1198年、軍事的な修道会へと変化し、修道会のリーダーは総長と呼ばれるようになった。 そして、教皇より、イスラム教徒のサラセン人よりイエルサレムを、キリスト教徒のもとに奪還、保持し、聖地を防衛するようにとの命令を受けた。ヘルマン・フォン・ザルツァ総長の時期、修道会は巡礼者を保護する、兄弟団から軍事的な騎士団へと変化した。騎士修道会は、アッコンで設立され、騎士たちは、アッコン北東のモンフォールを1120年に、獲得した。 この城は、イエルサレムと地中海の間のルートを守るもので、1229年に、総長の所在地となった。1271年に、モンフォールが、ムスリムの手に落ちると、騎士団は、アッコンに戻った。また騎士団は、小アルメニアのアモーダの城も保持していた。騎士団は、騎士によって神聖ローマ帝国、フランク人支配下のギリシア。 イエルサレム王国に土地を得た。皇帝フリードリヒ2世は、騎士団に多数の寄進を行い特権を付与し、自らの政治顧問でもあった、ヘルマン・フォン・ザルツァに帝国諸侯の位を与えた。これによって総長は、自分よりも、上位の諸侯たちと同等に交渉できるようになった。フリードリヒは1225年に、イエルサレム王に退官したが、その際ドイツ騎士たちは、 聖墳墓協会において彼を護衛するという任についた。ザルザはフランス語とドイツ語で皇帝の声明を読み上げた。とはいえ、ドイツ騎士たちはウトラメールでテンプル騎士団や聖ヨハネ騎士団のような影響力を持つことはなかった。ホーエンシュタウフェン家によるドイツ騎士団の支援は騎士団の中林元繁迫家との結びつきと関係していた。そのために、 カタハクであった聖エリーザベトの遺産は、騎士団に委ねられ、彼女の義兄弟である砲白コンラートは、第5代の騎士団総長に就任している。第一次世界大戦前の刑にヒスベルク城、東プロイセンの中心都市マルボルクのドイツ騎士団の、白1226年、ポーランドのコンラート一世は、異教徒プルーセン人に対する政党と強家に手を焼いて、 クルムラント領有権と引き換えに当時ハンガリーにいたドイツ騎士団を昇変した。1228年皇帝フリードリヒ2世のリミニの起因直所により騎士団のプロイセン領有が認められ、1230年クルシュビッツ条約に基づいてコンラート1世は騎士団にクルムラント及びプロイセンのすべての権利を認め騎士団はプロイセンの領有権を得た。 教皇とフリードリヒの両方から承認を得た騎士団は1230年からプロイセンをキリスト教家するための長い軍事活動を開始する。騎士団領プロイセンは20の大管区に分割されており各地の修道院を拠点に管区長が選挙で選ばれた総長の指示に従って統治するという中央集権的で能率の良いシステムに基づいて運営されていた。 先住プロイセン人は同化し、民族語であるコプロイセン語も消滅に向かう。士団員は、修道士の戒律に従い私有財産の所有も、再退も許されなかったが、ドイツからは領土を持たない貴族の指定が、次々と入会し人材は、豊富となり、フランケン地方から、ドイツ農民を入植させた。それらの収益をもとにし14世紀には、 騎士団領は繁栄の頂点にあった。プレーゲル川の河口の港町系にヒスベルクは、琥珀など流域の物資を集散しバルト海を通じて交易する。この地域の中心都市として繁栄していた。1226年から16世紀初頭まで、プロイセンの異教都改修と植民活動に従事した。 ドイツ騎士団を大きく飛躍させた四代目、総長ヘルマンフォン・ザルツァ・ハンガリーのアンドラーシュ二世は、クマン人の襲撃に備えて、1211年に、ドイツ騎士団に、トランシルバニアのブルツェンラントを所領として与える。騎士団は植民活動とクマン人との戦闘に従事、したが、ハンガリー王の意図から外れて独立した、両方国家を形成し始める。 この事態に警戒感を募らせたハンガリー王によって国外に追放されていたところをポーランドのマゾフシェコーンラと一斉によってプロイセン人対策のためヘウムの地方に招致される。新生ローマ帝国のフリードリヒ2世と交渉して1226年のリミニキニ員直所で騎士団にクールラントとプロイセンラントの両方主権者として法的地位を認められた。 これは、異教徒の先住プロイセン人の土地を征服、領有する権利を保障するものである。モンゴルのヨーロッパ信仰は全ヨーロッパを侵犯させた。グレゴリウス旧世教皇は、全キリスト教徒に対し、ポーランドを救援してこの異教徒襲来と戦うべしという少章を発している。後年プロイセンのドイツ騎士団は、ポーランド省王公と共同防衛をするよう命じられる。 1241年にモンゴル軍が侵入し、ワールシュタットの戦いで、ポーランドドイツ騎士団連合軍を破ったことは、東欧史上の大事件であった。主力のドイツ騎士団は、前衛と五爪に廃止抗戦した。騎士団は1237年には、ラトビアの征服事業を進めていたが、1236年に、リトアニアのザウレにて、 リトアニア軍に惨敗を喫し、弱体化した、リボニア体験騎士団を吸収した。エストニアの領有をめぐって、デンマークと争い、騎士団は土着のエストニア人を、キリスト教に改修させ、領主氏族となった。北方十字軍時代、聖教国のノブゴロド共和国とプスコフ公国の1242年、中度この表情の戦いで、 騎士団連合軍はアレクサンドルネフスキー率いる軍に敗れる。騎士団は1283年までの50年間、徐々に領土を広げ、原住民に異教の信仰をキリスト教に改修した。騎士団国にはドイツ人農民が入植し、ドイツ式の農村が建設された。プロイセンの東隣、ラトビアの南隣のリトアニアでは、ペーガニズムを報じる。 リトアニア人の元リトアニアと東方正教会を報じる東、スラブ人のルテニアの国家連合であるリトアニア大公国が出現し、ドイツ騎士団はこの異教徒の教国との間で工場的な戦闘を続けることになる。パイデ城、エストニア1224年、騎士団は本拠地をマリーエンブルクに置き、選挙で選ばれる総長を投了として、 選挙君主制国家ないし宗教的共和国とも言える統治体制のドイツ騎士団国を築いた。騎士団国家は14世紀には最盛期を迎え、騎士団の勃興と同じ時期に経済的に発展し始めた西ヨーロッパに穀物を輸出し、経済的にハンザ同盟都市と深く結びついていた。ケーニヒスベルク、エルビングはドイツ騎士団の下で発展を遂げた。 貿易都市、トルンは、騎士団が13世紀から15世紀にかけて、大きく育てた町。いずれも、大河の河口に位置し、川沿いの穀物を集散して栄えた。1225年、マゾフシェ港を、コンラート一世イマゾビエツキに招かれ、バルト海南岸の異教都から、クールラントの防衛を担うよう要請された。ポーランド北部地域では、ドイツ騎士団による支配を極端に嫌悪し、 ポーランドの非合望み騎士団と何世紀も交想を繰り返した。騎士団に対抗するため、リトアニア対抗国の大公ヨガイラは、キリスト教に改修して、1386年12歳のポーランド女王と結婚する形で合同し、ヨガイラは、ウラディスラフ2世と称し、ヤギエオアサが成立した。1410年、騎士団は、単年ベルクの戦いで、 ポーランド王国とリトアニア大公国の連合軍に敗北、西プロイセンを失った。エルビングは公にポーランド王国からの直接の非護を求めるようになり、1440年にダンツヒやエルビングなどの20都市と領地付き僧侶53人はダンツヒを名手としてプロイセン連合を組織した。 1454から1466年の13年、戦争後、1466年、第二次トルンの和訳を経て、1569年は、正式に、ポーランド王国に加盟し、王領プロシアにおける司祭の選定権を、ドイツ騎士団から剥奪したが、騎士団には、ポーランド国会で議席を提供し、国政参政権を与えた。 司祭の独自選定権の騎士団は拒否し、1467年に司祭戦争が勃発。1479年騎士団は敗戦した。7月15日、ピョトルクフの講和が、ピョートルクフで、王国はニコラウス・フォンチューンゲンをバルミア司教と認め、騎士団は服属となった。しかし、 戦闘はその後も継続した。ヨーロッパのドイツ騎士団、1300年ミンネザングのタンホイザー、チュートン騎士1407年、騎士団は、プロイセン、ポメレリア、ジェマイティア、クールラント、リボニア、エストニア、ゴットランド島、ヒーウマージマ、サーレマージマ、ノイマークの領土を獲得した。14世紀後半に入ると、騎士団の先見的支配に対抗した。 在地勢力や領主などが、ポーランド王国側となる。騎士団は新生ローマ皇帝の権威をバックに、ポーランド北部、クヤービ、ポモージェ、ドブジュンやマゾフシェに領土を拡大した。15世紀、ドイツ騎士団は、ポーランド・リトアニア連合の交戦にさらされた。騎士団領の商業都市は、騎士団からの独立自治権を得て、これらの自治都市の五条組織は、プロイセン連合となった。 1466年の第二次、トルニの和訳により、首都マリーエンブルクの東部地域を失う。ケーニヒスベルクの東プロイセンを失い、騎士団総長は、封建関係を結ぶ進化となった。プロイセン連合は解散した。マテイコが、プロイセンの神獣ジグムーンと一世に、神獣の誓いを行うアルブレヒト・フォンブランデンブルク1525年。 ドイツ騎士団長アルブレヒトと彼の兄弟たちがひざまずいて聖書に手を置き、ジグムント一世に真珠を誓う図。1882年の作品1510年に総長に選ばれたアルブレヒト・フォンブランデンブルクはポーランドドイツ騎士団の戦争後の1523年ルター派に改修した。アルブレヒトは1525年にポーランド王、ジグムント一世に 真珠の誓いをして、ジグムントの進化となり所領は失う。法園・ツォレルン家を世襲の公家とする世俗の両方となり、プロイセン公国となった。プロイセン領土を失うが、神聖ローマ帝国とリボニアに領土はあった。15世紀から20世紀初頭までの欧州でのオスマン帝国戦争に従事中、ドイツ、オーストリア、ボヘミアからの騎士は、 ハプスブルク君子国の傭兵を先導する戦場式となり戦った。1809年、ナポレオンは騎士団に解散を命じ、騎士団の軍事歴史は幕を閉じた。1810年までにティロルとオーストリア以外の領土を失った。ローマカトリックの修道会はナポレオンの関与できないオーストリアで継続した。1804年から1923年までは、 ハプスブルク家の船員が総長となり、以後の総長は皆司祭が就任した。1929年、騎士団支部は、ローマカトリックの修道会に改修し、名もドイチャオーダンと変えた。1938年、アンシュルスの影響で、ドイツ国の圧力を受けたが、ローマカトリックの修道会はイタリアで救済され、1945年に、ドイツとオーストリアで再構成された。 20世紀後半までにはチャリティ団体と医療施設になった。現在カトリック支部は約1000人のメンバー、ローマカトリック司祭が100人、200人の修道所と700人のアソシエートがいる。オーストリア、チェコ、ドイツ、イタリア、スロバキア、スロベニアの6カ所で構成されている。修道所は主に病人と高齢者の世話をし、アソシエートはオーストリア。 ベルギー、チェコ、ドイツ、イタリアで活動している。中東騎士団のマントに描かれた十字章騎士団総長の、紋章。ハインリヒ・ワルポット・バッセンハイム・オット・フォン・ケルペン。ハインリヒ・バルト・ヘルマン・フォン・ザルツァ。コンラート・フォン・チューリンゲン・ゲルハルト・フォン・マール・ベルク。ハインリヒ・フォン・ホー・エン・ロー・エ・グンター・フォン・チューリンゲン・ボッホ。フォン・オステルナ・アンノ・フォン・ザン・ザンガース・ハウゼン・ハルト・マン・フォン。 ヘルドルンゲンブルハルドフォンシュバンデンコンラートフォン、フォイヒトバンゲンゴットフリートフォンホーエンローエ、ジークフリートフォンフォイヒトバンゲン、カールフォントリアーベルナーフォンオルセルン、ルターフォンブラウンシュバイクディトリッヒフォンアルテンブルク、ルードルフ・ケーニヒフォン・バイツァウ、ハインリヒ・デューゼマーフォン・アルフベルク・ビンリッヒフォン、クニップ・ローデ、コンラート・ツェルナーフォン・ローテンシュタインコンラートフォン、バレンロードコンラートフォンユンギンゲン・ウルリヒフォン、 ユンギンゲン・ハインリヒ・フォン・プラウエン、ミヒャイル・キュヒ・マイスター・フォン、シュテルンベルク・パウル・フォン・ルスドルフ・コンラート・フォン、エルリックス・ハウゼン・ルート・ビッヒ・フォン・エルリックス・ハウゼン、ハインリヒ・ロイス・フォン・プラウエン、ハインリヒ・レフレ・フォン、リヒ・テンベルク・マルチントル・ホゼス・フォン・ベッツ・ハウゼン。ヨーハン・フォン・ティー・フェン、フリードリヒ・レフレ・フォン・ザクセン・アルプレヒト・フォン、ブランデンブルク・バルター・フォン・クロン・ベルク、ボルフガング・シュッ ゲオルク・フイント・フォン・ベンクハイム・ハインリヒ・フォン・ボーベンハウゼン、マクシミリアン・フォン・エスター・ライヒ・カール・フォン・エスター・ライヒ、ヨーハン・オイスター・フォン・ベスター・ナッハ、ヨーハン・カスパール・フォン・シュター・ディオン、レオポルト・ヴィル・ヘルム・フォン・エスター・ライヒ・カール・ヨーゼフ・フォン、エスター・ライヒ・ヨーハン・カスパール・フォン・アンプリンゲン、ルート・ビヒ・アントン・フォン・デア・プ・ファルツ・フランツ・ルート・ビヒ・フフォン・ンデア・アプァルツ、クレメス・スウグト・フォン・バイエルン・カール、 アレクサンダー・フォン・ロート・リンゲン・マクシミリアン・フランツ・フォン、エスター・ライヒ・カール・フォン、エスター・ライヒ・テシェン・アントン・ビクトル・フォン・エスター・ライヒ、マクシミリアン・ヨーゼフ・フォン・エスター・イコール・エス・テビル・ヘルム、フォン・エスター・ライヒ・オイゲン・フォン・エスター・ライヒ・ノルベルト、クライン・パウル・ハイダー・ロベルト・シェルツキー・マリアン・トムラー、イル・デ・フォンス、パウラ・アルノル・ト・オート・マルビー・ラント・ブルーノ・プラッター、フランク・ベイヤード。ありがとうございます。